こんな会議をして本当に自民党として恥ずかしいとか申し訳ないと思うとか、なんかそういうね、総理自身の言葉ないんですか、いかがですか。まさに報道の自由というのは民主主義の根幹であると、当然尊重されなければならないというのが安倍政権の立場であり、そして自民党の立場でもあるわけであります。昨日、安倍総理に近い保守系の若手議員の勉強会に出席した議員から、マスコミを懲らしめるには広告収入がなくなるのが一番だとか、悪影響を与えている番組を発表し、そのスポンサーを列挙すればいいなどメディア批判が出ました。これに対し菅官房長官は、政府としてのコメントは避けながらも、個人的に聞かれれば誰から見ても非常識だと思うのが自然だと述べました。さらに二階総務会長は、そこにいた責任者が責任を取るべきだと苦言を呈しました。